すると出なくなった噴水から水が出てきました。カエルが喜んで隣の森にも湯を流し始めました。隣の森に見つかった時、小さかった木が大きく育ちました。これで大丈夫だと思った動物たちが大きくなって、いっぱい水をあげて隣の森にも水が流れ始めました。水しぶきを見ると木ができていました。
年生